ミカエル・アガッツィは、イタリア・ロンバルディア州、ポンテ・サン・ピエトロ出身のサッカー選手。U.S. クレモネーゼ所属。ポジションはゴールキーパー。地元のアタランタ BC のユース出身。2003から04シーズン、レンタル先のズユート・ティロールで、プロデビューする。翌年もレンタルで移籍したセリエ B の U.S. トレースティーナ・カルチョでは、リーグ戦の出場機会がなかったものの、 シーズン後に完全一席。その後、US サスオーロカルチョ、US フォジャーとセリエ C1 のクラブへのレンタルで経験を積んだ。この2クラブではいずれもセリエ B への昇格プレイオフに臨んだが、揃って敗退している。トレースティーナへ戻った2008から09シーズンには、レギュラーをつかんだ。2009年に保有権の半分を、カリアリカルチョが獲得し2009から10シーズンは、 トリエスティーナでプレーする契約となったが、クリスティアーノ・ルパテッリをはじめ GK 人に負傷者が相次いだため2010年2月1日にカリアリへ完全移籍した。2月7日のインテルナチオナーレミラノ戦でセリエ A デビューを果たすと、翌2010から11シーズンは、フェデリコ・マルケッティがフロントと対立したため定位置を確保。マルケッティが SS ラチオへ移籍した2011から12、 シーズンには471分間無失点を記録するなどチームの信頼を得ている。2013から14シーズンは右太ももの負傷と契約延長交渉を拒否したため、ブラダ・アブラモブに守護神の座を譲った。2014年1月、自身と同じく所属クラブで出場機会のなかったマルコ・シルベストリとのトレードで AC ・キエーボ・ベローナ遺2014年5月22日、 A.C. ミランに移籍した。契約は2017年6月30日まで。2015年8月、ミドルズブラ FC へ期限付き移籍することが発表された。2016年6月18日、AC. チェゼーナに加入し母国へ復帰。2018年1月30日には、リッカルドラーニと入れ替わる形で、U.S. アレッサンドリアカルチョ1912からスコーリー。 ピッキーを FC1898 へ加入しシーズン終了までの契約を締結した。2018年11月16日、US クレモネゼと契約を交わした。2013年5月17日、FIFA コンフェデレーションズカップ二千十2013の予備メンバーとして A 代表に初招集された。ありがとうございます。